きチャンネルジョン、こんにちは。さあ今日は打点編です。はい、はい、12球団、はい、だ打点はもう積み重ねですからね、うん、全部足した数が一番多い人が勝ちよ。シンプルですね、うんうん、ちょカブリーズをさせない選択が、はい、これは私と佐藤さんが被ったら被った選手は取れないってことですよね。そうそうそう、だからこう駆け引きだね、はい、駆け引き、はい、誰行くかね、まあ、1巡目誰行くかですよね。1巡目ね。じゃあで各球団1人ずつしか選べないんですよね、うん、そう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 。で被ったら取れないから、はい、前みたいにあの地獄の阪神カブリーズで、はい、もう全然どんどんそれ回避した方がいいって分かりました。1回被ったら違う球団行くとか、そうそう、うん、あとヤクルトとか、うん、もう俺だってヤクルトのホームラン丸山だからね被りすぎていや私もだって先生と阪神被りまくったもん確か、うん、そうですね、あれ本当に痛かった。その代わりそれを行かないと取られちゃうからね。そうなんですよ。そうだから被ってでも相手の得点を消すっていうメリットもある。あ、まあ、確かにそうですね、うんうん、決まってるんですか。じゃあ、1巡目は私も決まってます、うん、せーの、村上。誰？島内。あ、まあ、村上村上そう来ると思ったので、僕はもう島内。はい、ありがとうございます。日本中です。ありがとうございます。あの、あれですね、一昨年の打点王ですね。そうですね。はい、じゃあいいですか。え、2番って誰行こうかな。ちょっと、ね、よし、決まった。いいですか、せーの、栗原。あ、まあ、オープン戦首位打者でしたからね、うん、そう、ソフトバンク栗原、はい、そうね、私今岡本選手。岡本選手、うん、はい、これがジャイアンツ。待って、これ各球団1人だから打点上げる人が、だからやっぱそうクリーンナップとかね、うん、行かないといけないから ね。いいですか。はい、せーの、宮崎。僕、中田。宮崎。あ、大山選手。おお、うん、これはですね、うん、じゃあもう俺は巨人は取らなくていいんだ。あ、そうですね、うん、ゆっくりで、佐藤さんが最初が栗原、宮崎。栗原、宮崎、うん、はい、でいいですか。はい、せーの、デビッドソン。デビッドソン。あ、広島の、うん、私、外選手、DeNA。 佐藤輝明。あ、佐藤輝ですね。あ、じゃあもう阪神も、もうジョージアイツもいらないですね。うん、阪神もいらない。鎌田さんは誰ですか。外です。よし、決めた。いいですか。はい、はい、せーの、ラオスナ。うわかぶった。私、杉本選手。そうしたか。くんじゃねえよ。いやー、取りたかった。早く言ったかなと前回の教訓があるからね。く、うん、んじゃねえよ。誰ですか。私、ラオ。杉本で。じゃあ次行きますか。はい、いいよ。せーの、山田。いや、何入ってきてる。何入ってきてる。いや、なんかあの言っとかないと、もし次サンタナとか来た時に。いや違う。俺と先生の今書いた、もう4回目だから。あ、そうだ。何入ってきてるの。何勝手に入ってきてんの。山田。山田かも。バカなの。バカなの。私今取れたんだった。焦ってんな。焦んなよ。うわ、山田もかぶったのか。待って、これヤクルト私も危機じゃんだから。いくよ。せーの、サンタナ。まずはそうですよね。ここからなんです、問題は。せーの、中村。この部分はまってる。めっちゃ赤いやつ。めっちゃ赤い。もう私ヤクルト諦めました。いいですか。はい、せーの、山川。誰ですか。山川。もうだ、西武行ったってことです、うん、あ、そういうことですね。ヤクルト諦めたんですね、うん、山川選手と先生が違う、うん、じゃあ次50目ですね、私も。だってもう、うん、無理やもん、ね、俺の戦略上ヤクルトはほぼ多いんだから、うん、あともう誰取ったってそんな変わんないから、うん、もうやめた。違うチームのいい人行った方がっていうのありますね。だって何気に山川取ってないんだよ、誰も。私そうなんですよね。確かに。いや、私今次でちょっと考えてました。僕も狙ってた、うん、何気に山川さんいないんだよ。ここどうかな。はい、私は次決めました。決めた、うん、せーの、浅村。あ、浅村選手、ね、俺浅村ってこと。私イーグルスは最後でいいんだ、うん、あ、間違えた、自分。浅村さん誰ですか。私ホークスの近藤選手。
で、佐藤さんが浅村選手、うん、先生は森選手、ああオリックス、オリックス、じゃあ俺はもうオリックスはいいとですね、うん、俺何気にもう3球団も選ばなくていいんだよ、え本当ですね、うん、私全然2人が被ってくれない、いいですか、はい、せーの、野村清宮選手、うん、俺野村、ああジェームズ、同じハム行きました、で先生がビシエドです、ビシエド、次どこ行こうかな、今もう半分終わったからで、そうですね、いや待ってどうしよっかな、わあ、はい、いいですか、うん、せーの、山口、山口、うわーかぶったかぶったえ先生誰、この先です、あそしたら私ライオンズの後でいいから、もう次が次、はい、いいですか、はい、せーの、ポランコ、ポランコ、はい、ロッテ、私ドラゴンズのアキーノにしました、いやもうそしたら、はい、決めた、決めた、はい、いいですか、はい、せーの、大島、俺大島、中日、はい、何気に30打点ぐらいは絶対稼ぐから、うん、私ロッテの安田選手、先生が秋山選手です、広島、はい、あじゃあ僕も被らないです、うん、はい、あんま被らないんだ、僕被らないです、あれヤクルトってどんだけ被ったんでしたっけ、いやもう7人ぐらいかもういいですよ、待って塩見選手でしょ、村上選手、サンタナ、オスナ、中村、オスナ、中村、うん、だけか、わお、いいですか、マジか、はい、いきますよ、はい、せーの、長岡、そうなりますよねだってスタメンがもういなくなってるじゃん、もう行くよ、はい、いいですか、はい、せーの、丸山、はい、俺、丸山、はい、私、浜田選手出てくると思うんだけどな、で、あともう被んないです、おう、じゃあ、ゆっくり、はい、じゃあ私、イーグルス、フランコ、うん、何やってくれるだろう、僕 DNA マリン、ほい、これ巨人ブリンソン、うん、ハムはマルチでいきます、ほい、で俺は阪神はノイジー、わあいいっすね、うん、じゃあ私カープがマックブルーム、僕ロッテ中村翔吾選手、うん、で俺オリックスは中川、私じゃあライオンズペイトン、はい、できました、ライオンズペイトン、ペイトン、最後外国人推しだね、はいお外国人1位3位5人もいるね、あ仲間さん、あ本当だ、俺は1位から栗原、宮崎、デビッドソン、山川、浅村、野村、ポランコ、大島、丸山、ブリンソン、ノイジー、中川、俺も1位2位4人いる外国人、私岡本、大山、外、杉本、近藤、清宮、アキーノ、安田、浜田、フランコ、マクブルーム、ペイトンっていう最後の完全に外国人推しで、先生は僕、島内、中田、牧、秋山、ビシエド、佐藤、塩見、殿崎、森、牧原、万波、中村、翔吾、なので外国人はビシエドだけです、おこれあれだね、誰が勝つか投票、うん、してほしいですね、うん、そうですね、でどっかで集計できないのかな、まあまあ考えます、でもまあ見てる方はもう一目瞭然ですよ、うん、まあ俺が勝つ、そんでごめんねと、いやこれ打率も全部の項目、はい、視聴者参加型で誰が勝つかを投票してもらって、はい、で当たった人の中から抽選で、あなんか佐藤さんからプレゼント何名様、おい佐藤さんの私物プレゼント、シーズンオフにシークレットライブご招待、へぇー、サウザキチャンネルの、へぇ、いいじゃないですか、シークレットライブだから、こっちにネックです、そうそう、あ、こういう会、ここにね、うん、あ、観覧券、うん、はい、あ、ここにお呼びして、うん、椅子5脚あるんで、サウザキチャンネル、確かに AK レーシング結構種類ありますよ、うん、か、それは考える、お店でやるか、その場合、あの参加費いります、
じゃあ自分のご飯は自分で買ってくださいみたいな。だったらこの観覧券でいいんじゃないですか。なかなかここをお見せすることないじゃないですか。でもいっぱいあるからね、項目が。あ、確かに。え、全部だからそれは考えますけども、うん、何するかは考えます。どこでやるかも、うん、シークレット里崎チャンネル生ライブで誰が勝つか、各打率、ホームラン、打点、最多勝、全部誰が勝つか投票です。それじゃああれですね、なんかハガキとかで送ってもらえないと全部当たったか当たってないかわかんないですね。そのユーザー名とかだと、ああ、全部の項目、全種目、全項目当てなきゃダメなんですね。うんうん、1個ずつ、1個ずつ、あ、1個ずつね、うん、1個ずつ。あ、それで当たった人の中からで5名とか選べるわけですね。そう、あ、1個ずつの中で。でも5名も選んだら、だっていっぱいあるから、もう何十人もなるから、そしたら店行かなきゃいけないから、はい、でそれはちょっとおいおい考えます、はいはい、なので皆さんぜひどこで投票するかはこれから考えますので、はい、概要欄チェックしてください。はい、はい。